はい、それではね、今日からこのスクラップメカニックのサバイバルモードの実況をやっていこうと思います。まあ、このゲームはね、もともとその車とか乗り物を、まあ、自分で組み立てて、まあ、実際に動かしたりして、遊ぶゲームなんですけども、まあ、数日前にね、サバイバルモードが実装されたということで、まあ、これを機にね、ちょっと遊んでみようかなと思って、買ってみました。はい、まあ、このゲーム自体ね、僕は初見なので、まあ、ちょっとね、勉強しながらじっくり遊んでいけたらいいかなと思います。はい、では始めていきますね。お、始まりましたね。燃えてますね。なんか墜落した感じ宇宙船がね、墜落したところから始まるっていうのは結構、まあ、ありがちっちゃありがちですけど、なんかまたちょっと読み込んでないな。ワールド、ちょっとお待ちましょうか。めっちゃ燃えてますね。あ、色ついてきたちょっとまだ引っかかるんで、落ち着いてから始めましょうか。一応ね、操作方法だけ確認したんですけど、まあ、基本的には、ね、WASD とジャンプと、まあ、ダッシュ、うん、で、まあいろいろこう、ね、アイテムが使えると、スロットの、うん、あ、動けそうですね。ちょっと入ってみますか、こんなか。結構燃えてるんですよね。なんか落ちてる。なんか消火器的なやつがあったらいいんだけど、リクワイアーパワーって書いてあるんですね。動力が必要ですみたいな。トイレがあります。うん。燃えてますね。使用。これがチェストですね。これもチェスト。はい。マイクロウェーブって書いてあるから、まあ、電子レンジかな。これは無線機かラジオかって感じ。すごいね、カレンダー10日で1週間この方が分かりやすいかもしれないね。10日間で、まあ、週休3日制とかにしてくれたら、うん、7日間働いて3日休むペース、うん、の方が大変か。でも7日間連続使用、一応寝れますどこを鍛えてんのっていうような寝方ですけどね、はあ、すっごいなこの寝方。よし、服ボロボロやな。なんかやっぱ乗ってた人なんですね。なんでも何もできひんやん。ここちょっと探してみましょうか、アイテム。なんか落ちてるんだけどね、これ点々と。あっちになんか水が見えたんで、どうしよう。ちょっとまあいいわ、このアイテムをたどっていきましょうか。これで、これがなんかいろいろ入ってますね。拾いつついきましょうか、うん、とりあえずこっちに来いよみたいな感じで置かれてますからねあそこ、あ、なんかあんな、あの突っ込んだんですかね、あそこ。よし、トマト。一応サバイバル要素があって、まあ、体力と食料かな、空腹値と水分ですかね、乾きゲージが左下の方にありますね。よし、うん、で左上に一応時間かな、表示されてるので、まあ、夜になると暗くなったりするんでしょうか。まあ、一応このアイテムの誘導に素直に従っていきましょう。最初は、ね、うん、このあのラストっていうね、あのイカダのゲームちょっと前にやってましたけど、それと同じ会社が作ってるんですよね。うん。よし。絵はすごい可愛い感じで、もともと、なんていうのかな、こう、クリエイティブモードで、まあ、そういう乗り物とか作って、遊ぶようなゲームで、まあ、ちょっと人の放送はね、見たことあるんですけど、自分でプレイするのは初めてですね。うん。なんかいろいろ作れるんですよね。なんか落ちてる？あそこにもあるやん。燃えてますね、結構でも。いろんな。これが、なんか機械のパーツらしきものをいっぱい拾っていきますけど。うん、木、あそこにもあるわ。結構落ちてますね。くまなく探した方がいいんかな。木は切れんの？これ、あ、切れた？あ、切れる。サバイバルゲームのね、基本はまず木を切るところからですよね。
よし、一応日本語も対応してんのかな。よし、これで木材にして持っていく感じ。なんか出てきた、なんか出てきた。リファインとピックアップ、ピックアップ、あんでこうやって持っていくのか。リファインっていうのを、たった、リファインをすると、なんていうの、整えるみたいな。何の音、ここから変身、アイテムは消えたな。あ、ブロックにするのか、リファインが。そんな感じかな。こうやって、まあ、ブロックを作るんですね。木のブロック。ほうほう。まあ、これを全部、こうして、まず、角材にして、あ、いっぱい取れますね。そしたら1本切ったら。壊れへん。あ、壊れた。リファイン。で、一個やると、10個かな ?10 個っぽいね。なるほど。あとでじゃあ木持っていきましょうか。とりあえずちょっとここ登ってみようか。なんか、こっちにまず行けみたいな感じだと思うんで。よし。これは?あ、持ってます。なんだ、バケツっぽい。ブロックがあります。ちょっとわからへんけど。もういいや。持っていきましょう。とりあえず拾えるものは全部拾っていこう。うん、壊れてますね。なんか特に、なんかチュートリアルというかあらすじみたいなのがあるわけではないんですね。ストーリーモードではないんですね。サバイバルモードであって、上に行けそうなんでちょっと行ってみましょう。なんか光ってるけど、なんかいるよ。敵っぽいな、敵っぽいな。叩こう。あら。ああ、まあまあ倒すと。よし。なんか落としました。機械の部品がこうやって手に入るの。なんか。光ってます。上にもなんかあります。これは何やろ。あ、これもリファインってできるね。磨いてんのこれ。うん、これは、これかな、鉄のブロックみたいな感じ。これも一応もらっていこうか。うん、よし。あるなんか、そっちに光ってるやつがある。あっちにも建物あるね。あ、なんか道があるわ。どういう感じなんだろう。とりあえず、まあ、ちょっと生活のその基盤を整えたいですね。最初は使用、あ、チェストか。これチェストなんだ。でかいな。これは、持っていけないんだね。うん、火がある。これがあるな。なんかその、畑、なんていうの、農作業もできるんですよね。これは、あ、取れた。これなんだろうね。これバッテリー、電池っぽい?電池っぽいね、なんか。これは、ビルが、じゃなくて宇宙船の部品なんかな?あっちの。なんかそんな感じだね。びっくりした。うん。なんか一個落ちひんかったよ。大丈夫。あ、あそこにある。なんかいっぱいあるんだけど、アイテム。いや、取れるやつ一応最初なんで全部取っていきましょう。ここも上登れそうで、だしね。登ってみようか。なんか、ラフトでもこんな施設ありましたね。ラジオタワーかなんか、そういえば。よし。これ、これ、これ。何が何かはまだ後に置いといて。これはまたブロックだね。いろいろ、なんていうの、車とかね、作れるんですよね。レゴっぽい感じ。で、実際にその動力を使って動かすこともできるんですよね。うん、またチェストがあった。トマトと、トマトの種。
もうここが一番上。ああ、あった。飛行機もそのうち作れるんですかね。この上は登れへんかな。ここ、なんかこのリフトを置いて、で、この上に、なんていうの、こう、ブロックを積んだりして、あれをするんですよね。組み立てていくんですよね。これをちょっとエレベーターみたいにしたら、上に行ける？行けない。微妙に届かへんな。ここ乗れるかな。あ、乗れた乗れた。でも何もないね。アンテナみたいなのがある。これは別に特にアイテムはない。この上はもうさらにちょっと行くの難しそうだけど、こっから回収できたらいけるか。回収して、ここもう一回乗ってみようか。よし、あっ、いた。あ、いたいた。うん、けど何もないな。特に何もないぞ。リフトを、ん？降下させる、うん。え、回収してないよね。リフト回収して、この上さらに登ってみる？登れんのかな？どうにかしたら。ちょっと難しいかな。外に、なんか使わなあかんな。まあ、一回変えるか。よし、とりあえずね、帰ってきたんですけど、どうしたらいいんだろう。よくわからへんねんけど。これどうにか火をさ消したいんだけどね。なんかあるんかな、消火器みたいなアイテム。拾ってないよね。なんかどれもそんな感じじゃない。これは、あ、なんかあるわ。まだとりあえず拾えるやつ全部拾っていこうか。うん、おー、びっくりした。びっくりした。牛？え？これ別に襲っては来へんのか。叩いたら、あ、死んだ。ん？なんか書いてある。あ、逃げていった。あー、まあいいか。牛はどっちなんでしょうね。ね、ミルクが取れるタイプなのか、肉になるタイプなのか。ゲームによって変わりますけど。よいしょ。アイテム、とりあえずなんかいろいろ落ちてはいるんですけど、なんかある？そこ光ってるけど。ああ、まだこっちもあるか。特にでも何もさ、火消すやつはないんだよな。水を汲んでこれたりできるんかな。ちょっと水辺があったんで行ってみましょう。こっちだったっけ？ん？こっちは違う。ちょっと暗いから方角が分からへん。こっち来て、入り口の、ここでしょ。こっち側に水辺がありましたよね。なんか光ってる。あ、またこの、なんかありますね。バケツっぽいやつ。これ、もう一個あるな。あ、フィルって書いてある。あ、水汲める。オッケーオッケー。いけますね。これ、水かけたら消えるんちゃうの？ちょっととりあえず火を消したいよね。この辺ちょっとかけてみますよ、一回。スローって書いてあるんで。あ、消えるね。消えるね。オッケーオッケー。なら、ちょっとこっちも消えとこう。で、あと中だね。うん。最初にこれをやるべきなんか。ちょっと、なんかこの、あれが欲しいよね。チュートリアル的な感じ。流れが最初。よし。うん、甘えてはいけないですね、うん。ラフトどうだったっけ最初。ね。なんかあんまりなかったかな、そんな。あれも確かにさ、大海原にいきなりほっぽり出されるよね。ちょっと消えた。リクワイアパワーって出てくるけど、これ違うんか。なんかこれが電池っぽいから、これでもないか。こっちもちょっと消してみる、うん、スロー。
すごい一発や、あ、これだ、これだ、これだ。これに、なんかこれを、はめろってか。あ、いけましたね。レスト。そういうことか。これだけね。これを。こんなでかく書かんでもわかるやろうっていうね。で、あ、なんかあるぞ。しよう。取ってみよう、とりあえず。なんかある。これは？ライト。わからへん。設置するタイプのライトか。あ、これが？しよう。あれですね。作業台か。なるほど。このブロックがありませんって出てくるのは、日本語がまだ 出てない、できてないんじゃないの？ね。スイッチ、ボタン、接続ツール、メカニックお気に入りのツールです。ガスエンジンとベアリング、スラスターとドライバーズシートなど、インタラクティブパーツを接続する。ああ、なるほどね。これはいりそうだね。操作するやつだよね、と。で、これがベアリングで、これが動力なのかな。これは、あれだね、運転席だよね、と。これちょっとわかんないけど。で、これがエンジンっぽいね。一応エンジン作ろっか。エンジンと、段ボールブロック。木から作る。これがタイヤか、今のところ。タイヤどっかで落ちてへんかった？あ、これか、これか、これ。ボッコボコですけど。ちょっととりあえず火全部消しちゃおうか。なんか燃えてるの嫌だしね。まあ今ちょっと暗いうちは特に何もできないから。あそこにもちょっと何かあるんで、後で行ってみましょう。ね。よし。火を消す。ちょっと中を先。よし。なんかさ、これ、あ、オイル。なんかあるわと。これは、なんかサイダーっぽい。これね。なんて書いてあるの？ね。蓋がついてるから。サンシェイクって書いてある。食べれんの？飲めんの？イートって書いてある。あ、というか全然あれや。渇きが大きくなって飲んでみよう。あ、増えますね。オッケーオッケー。これと、食べれんのはトマトと、人参と、このカブかな。あとは種っぽいよね。これスイッチか。人参、イート、トマトもイート、カブもイートできるね。オッケーオッケー。よし。まあちょっと、今3時でしょう。まあ、明るくなるまではじゃあ火消ししようか。ね。ちょっと面倒やな。ここまで来ない感じ。もし、明るくなったらそっちの、その、あっちの方行ってみよう。消えへん。消えへんやつは消えへんのかな？これどうなんだろう。めっちゃ燃えてるやん。あかんな。消える気配がないな。いいかも。よし、ちょっと明るくなってきたんで、じゃあ向こう行こう。よし。木は一応切れるっていうのは分かりましたね。この辺、草は取れへんし、これも取れへん。水、この中入ったら、あれ、回復する？もしかして。サバイバルゲームあるあるで。これ飲み水ではないっていう感じだね、じゃあ。え、これ汲んだやつを飲んだりもできないね。違うんだな、これまたじゃあ。あれか。畑のチュートリアル的な感じ？一回ちょっとやってみようか。なんか一輪車あるけど。こうせんの？種をもらって、どうやって押すんだろう。いや、そうやって押したかったんじゃないんだけど。え、使えんのかな？どうなんだろ
これを、柵壊しちゃった。これを解体はできるのかな。あ、できるね。解体もできるわ。なるほど。あ、作れる。うん。そっか。まあ、ちょっとでも、さっき畑やるか。なんか種いっぱい落ちてるね。もらっとこう。これと、これソイルって書いてあるから、まあ、土だろうね。多分ね。これがちょっとわかんないね。塩って書いてあるけど。あ、ライト。分からへん。違いか分からへん。光量が違うかと思ったけど、夜、これは夜のうちに試したが良かったですね。特に何もない。あ、バケツもう一個あるやん、ここ。オッケー。なら、ソイルをちょっと準備しようか。いっぱいあるし。ソイル、これね。並べられる？あ、並べられるね。ソイルを置き、種を巻き、トマト巻いてみます。ここ巻くか。これも一緒だね、じゃあ。水をかける。一個ずつやんの？これもしかして。バケツ。はい。これ水やり大変じゃない？思ったけど。水を巻き、このスプレーみたいなやつ、これか。これは何でしょうね。肥料かな。あ、ファータライズって書いてあるもんね。うん、肥料ですね。これで時間が経てばできると。どれぐらいかかるんやろうね。これ回収できる？あ、回収できますね。 OK、 置き直すことをできると。今、回収して、よし。あと、種があるのが、株と、人参の種はないの？あ、人参もありますね。株と人参と、トマト。うん、結構数はあるから。この、そのソイルは、どこに置こうか。どこでも置けんの？ここでもいけるね。その、全然関係ないとこでも置ける。斜めだと置けないっていう感じかな。平らなとこだったら大丈夫。石の上は？あ、違う。あ、これあかんな。ウッドソイル、フォースビルドっていうのもあるけどね。あ、ここだとこうなるね。石の上はさすがにこうなるのか。なるほどね。な、一応、ちょっと違いはあるけど、まあ置く場所を選ばないといけないと。で、どれぐらいでできるんかな、これ。大きくなってる？これ。わかんないね。どうなんだろう。トマトを1個食べたら、ああ、水と食料一応回復するね。人参は？ああ、大体回復量同じような感じかな、そうしたら。とりあえず、でもこれがどれぐらいでちょっとできるのか調べたいね。でもまだやな、あの感じで見ると。こうなってこうだもんね。まあ、ちょっと置いとこうか。なんかあそこにある。うわ、動いてる？はい、いるぞ。あれ、敵っぽいな、でも。ちょっとやってみようか。あ、もう一体いる。何これ。襲ってはこうへんの？襲われそうだけどね。大丈夫。この距離では気づかれない。な、一発で。よし。あ、来た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 。よし。OK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 。ナイス。よし。もう一匹いたね。これを、ちょっと回収しようか。
こいつを倒すと、この何鉄のブロックみたいなのがもらえると。よし、倒していこう。よし、 OKOK。 よし、下がりながら行けばまあ大丈夫かな。どういう世界なんでしょうねこれね。うん、ピックアップ、お花が取れました。うん、あとは特になんか石が積まれてるようなところあるけど、これはなんだ。うん、え、登れるってだけ。こっちにもあるもんな。何、 The stone is too big the sledgehammer。 ああ、スレッジハンマーで叩くには大きすぎると、うん、石もじゃあ取れるんか。ちっちゃい石だったら取れるってこと。これはうん、取れてる気がしないな。あとは特になんか変わったものは、こっちの方はあんまりああいうなんていうのアイテムの入った箱は見当たらないね。あ、なんかあるでも、あそこなんか廃墟みたいになってんのかな。これは別に宇宙船が激突したから壊れた感じではないよね。敵がいる？あ、いるわ敵。あ、アイテムがある。もうちょっと一発やっちゃいましょう。一人やったらまあそんなにね、うん、いけるもんね。で、このブロックもしっかりちょっともらっときましょう。まあ、昼間はちょっと明るいうちは探索して、夜はなんかその基地での作業みたいな感じにしていきましょうかね。よし、あ、食料も手に入るんだ。とりあえずでも自給自足できるようにしていきたいね。ちょっと戻ろうか。なんかあんまり離れるとわからなさす、あの帰り道がわからなくなりそうなんで。3時。あと野菜がなんか自生してたりとかはないね。どっち、あっちの煙の方でしょ。一応あれが目印だな。木はいっぱい切る。あ、ここにもアイテムと結構あるね。落ちてる。いろいろ歩き回った方がいいのかもしれないね。あっちにもなんかあるな。なんか音が聞こえるから敵がいそう。ん？おお、来てた。びっくりした。まあなんか喋りながら来てくれるからまだ。ありがたいです、はい、ブロック落とさへんかったなこいつ今。そこが畑のとこ？あ、だね、水が見えたから。よしよし、トマトは、あ、結構時間かかんね。1日はかかるんかな。なんかそんな感じですかね。ちょっとできるまで一回見てみましょう。あ、大きくなったもんね。でも向きは違うけど、適当に敵を倒してアイテム集めときますか。木でもいいけど。あ、なんかトウモロコシがあるやん。でっか。敵いる？敵ではないか。あ、壊れた。あ、トウモロコシ手に入った。え、何これ、食べれんの？うん、トウモロコシ美味しそうだけど、こんなでっかい。あ、敵来た、また。どこや、ちょっと暗くなってきた。どこにいる、分からへんな。声は聞こえるんだけど。これ敵をさ、こういうちょっと高いところに乗って、あ、乗れへんなこれ。
あ、乗れた。よし。これ食らうかな。来れないな、さては。登れないな、こいつ。うん。よし、来るんだ、こっちに。こっちのリーチはどれぐらい？お、いけますね。あ、これ一方的にやれますね。よしよし。これ、こんだけ？よし。そういう作戦もあると。よし。だいぶ、もう10時だけど。なんかいる？あ、びっくりした。 あ、できてるね、でもこれ。あ、できました。これぐらいだね、だいたい。半日ぐらいで、まあ、育つと。そういうことか。よしよし。これで、まあまあ、生きていくことはできますね。よしよし。はい。そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ちょっとね、乗り物を作ったりね、チャレンジしようと思いますので、またよかったらね、見に来てください。では、今日はこれで終わりにしときます。お疲れ様でした。